中卒なんて恥。底辺は縁切ってくださる？俺を見下しながら嘲笑う兄の嫁、その言葉に大笑いする嫁家族。兄嫁は社長令嬢、そして中卒の俺をこれでもかとバカにした。俺は一つため息をつき、携帯を手に取る。わかりました。ではお父さんの会社との契約は破棄で。何を言っているんだ？そこへかかってきた一本の電話。その電話の内容に兄嫁とその家族は驚愕することになる。俺の名前は桜井春人、5歳違いの兄がいる。両親は俺が小学生、兄が中学生の時に事故で他界した。大きな自動車事故で車は大破、悲しくも二人同時に行ってしまった。まだ幼かった俺は兄に泣きついたが、今思うと兄は相当我慢していたのだと思う。俺たちを引き取ってくれた叔父の家で密かに泣いている兄を見た時はひどく驚いた。いつも頼もしく気丈に振る舞っていた兄の涙に、何もできず見て見ぬふりをしてしまった自分をたまに思い出しては悔やむ。叔父には妻と幼い娘がいたが、心よく俺たちを受け入れてくれた。それだけではなく、本当の家族のように接してくれた。それはとても温かいものだった。兄はとても頭がよく、大学時代には司法試験を突破し、今では敏腕弁護士として活躍している。俺はやりたいことが見つかり、高校を中退してまでも海外に渡航した。兄の学費や俺の渡航費は両親の遺産で賄うことができた。それも叔父夫婦が生活の面倒を見てくれて、俺たちの両親が残したものは二人の学費のために一切手をつけずに取っておいてくれたためだった。聡明な兄とは真逆で、高校中退した俺のことも全力で応援してくれた叔父夫婦には感謝してもしきれない。いつかしっかり恩返しをしたいと思っている。とある休日、誰かからの電話で目が覚めた。寝ぼけまなこで枕元の携帯に手を伸ばし、画面をぼんやり見ると兄からだった。時刻は午前9時を回っている。もしもし。寝起きのガサガサ声を聞いて兄はくすっと笑う。なんだ、寝起きか。さては昨日深酒しただろう。仕事で遅くなったんだよ。本当か。お前もよく働くな。テンションの高い兄の声にうるさいなと思いながら体を起こす。で、何？要件は。ああ、うん。俺、結婚することになったんだ。さっきとは裏腹に、こほんと咳払いをした後、柔らかな口調で返事をした兄。その言葉に俺は驚きつつも胸が躍った。結婚？うわあ、おめでとう、兄さん。二人兄弟でずっと一緒に過ごしてきた兄の朗報に心の底から嬉しくなった。その後の会話で、婚約者を連れて叔父の家に行くから俺も来ないかとのことだった。独立して叔父の家を出てから久しく会っていない叔父夫婦に挨拶がしたいと思い、俺も叔父の家に向かうことにした。ハルト、久しぶりだな。元気か？おかえり、ハルト。家に着くと、叔父とおばが笑顔で迎えてくれた。二人の言葉はまるで、息子が実家に帰ってきた時のような優しいものだった。その久しぶりの温かさに熱いものが込み上げてくるのと同時に、二人の顔を見て安心感を抱いた。ただいま。うん、元気だよ。兄さんは？二人に返事をしながらリビングに向かうが、兄さんはまだ来ていないとのこと。三人でテーブルを囲みながら談笑していると、すぐに兄さんたちも到着した。叔父夫婦はバタバタと玄関に出向き、二人を歓迎した。後から俺も二人に続いて出迎える。そこには兄さんと、兄さんの隣には長く艶やかな黒髪の、目がパッチリで顔の整った、文字通り容姿端麗な婚約者が立っていた。婚約者は高野幸香というらしい。にこやかな表情がとても素敵だった。こんな綺麗な人が
兄の婚約者かと思うと、兄が誇らしくもなった。そして、リビングのテーブルをみんなで囲みながら、穏やかに流れる時間の中で、幸子は兄が顧問を務める会社の社長令嬢だと聞かされる。彼女は、やたらと兄の経歴を称賛した後、ちらりとこちらに視線を向けた。ハルトさん、失礼ですが、経歴はどのようで？あ、俺は中卒です。高校中退して海外に渡った俺には中卒以上の経歴はない。そもそも経歴が中卒であるということに何の劣等感もなかった俺は正直にそう答えた。中卒？そう。一瞬ピクリと幸子が眉を潜めたような気がしたが、すぐに何もなかったかのような笑顔で話し出したため、気のせいだと思うことにした。そして季節は巡り、兄の結婚式の当日を迎えた。俺は叔父たちと共に会場に赴いた。今日は叔父夫婦の娘であり、俺たちのいとこであるミチルも一緒だ。叔父は何度もネクタイを直し、叔母はもうすでにハンカチを目に当てていた。二人とも兄の結婚を心から祝福し、兄の晴れ舞台を心待ちにしていたのだ。俺はそんな愛情いっぱいに育ててくれた二人の姿を見て、胸が熱くなった。ハルト、ネクタイ曲がってないか？うん、大丈夫だよ。トマが結婚なんてね、大きくなって。おばさん、泣くの早いって。もう、お父さんお母さん、しっかりしてよね。そうやって強気に言うミチルの顔も、いつもより一段と嬉しそうだ。俺たちはそんな会話を交えながら、親族の控え室に案内された。そこには、支度を済ませた兄と幸子、そして幸子の両親のほかに、何人もの親族がいた。対して兄の親族は、俺と叔父家族のみだった。俺たちに親族がいないわけではなかったが、地方出身の俺たちの親族は高齢者が多く、都会まで出てこれなかったのだ。初めて会う幸子の両親を目の前にして、俺は緊張で手に汗がにじんだ。仕事が忙しく、両家顔合わせの食事会には出席できなかったため、幸子以外の人に会うのは初めてだった。幸子さんのお父さんですよね。はじめまして、新郎の弟のハルトです。緊張しながらも笑顔を意識して挨拶をする。しかし、幸子の父は俺の方を向いたかと思うと、何事もなかったかのように親族と話し出したのだ。え？あからさまに俺を無視した幸子の父。その態度にたじろぐ俺だったが、ちょうど兄やおじ家族には見られていなかったため、黙ってその場をやり過ごした。嫌なやつだと思ったが、兄の晴れの日だ。そんな日にいちいちケチつけるのは、兄に申し訳ないという気持ちの方が強かった。トマニー、かっこよかったね。挙式が終わり、一息ついていると、ミチルが携帯で撮ったばかりの兄の写真を眺めながら言った。俺はその写真を覗き込み、うなずく。控え室で見た時よりも、教会に立つ兄は本当にかっこよかった。頭が良くて、立派な肩書きを持っている兄。俺が高校を中退して、周りから何を言われようともかばってくれた兄に、これからは幸子を守って、幸せな家庭を築いていってほしいと思った。そんな温かな気持ちで披露宴会場へと向かい、自分の席に着いたとき、さっきまでの気持ちが一瞬にして冷め、俺は頭に血が昇った。そこには、無能ゴミをと書かれた石札。なんだよ、これ。その石札をぐしゃっと握りつぶし、兄たちのもとへ向かうべく、足早に会場を出た。兄さん、どういうことだよ。楽しげに入場の準備をしている兄たちの間に、俺はドカドカと踏み入った。どうしたんだよ、ハルト。血相を変えて割り込んできた俺に、タキシードの裾を気にしながら困惑する兄。怒りは兄に向いていた。こういう時、怒りの矛先はどうしても身内に向いてしまうものだ。その時は、幸子のことなんて目に入らなかった。これ、どういうことだって聞いてんだよ。息切れしながら荒れた口調で怒鳴り、握りつぶしていたぐしゃぐしゃになった石札を広げる。それを見た兄は、
目を見開き、みるみる青ざめていった。え、なんだよ、これ。手を震わせながら、石札に触れる兄は、ひどくうろたえているのが分かった。その時、傍らで、くすっと笑う女性の声がした。さ、ちかさん。はっと彼女の方を見ると、嫌みったらしい笑みを浮かべている、あの、容姿端麗でにこやかな幸香さんは、そこにはいなかった。どういうことって、そこに書いてある通りですよ。あ、言葉が足りなかったです。ごめんなさいね。底辺、無能ゴミオさん、でしたね。この女。口元に手を当て、高らかに笑う幸香。ドレスを着ていることも相まって、俺にはその姿が魔女にも見えた。幸香のあまりにも非道な物言いに、ふつふつとこみ上げる怒りで体が震える。ふざけるな。そう言おうとした瞬間。ふざけるな、幸香。本当にどういうことだよ。俺はこんなの聞いてないぞ。兄が先に口を開き、幸香を怒鳴りつけた。そんな声を荒げる兄に、全くと言っていいほど動じない彼女は、冷たい目で兄を見たかと思えば、ため息をついて腕を組んだ。どいつもこいつも、どういうことどういうことってうるさいわね。だからその通りだって言ってんのよ。中卒なんて恥、底辺でしかないの。そんな底辺で無能なゴミ王は、おとなしく縁切ってくださる？初めて会った時、経歴の話で感じた違和感は間違いじゃなかった。この女の本性とも言える顔があらわになり、俺は何も言えず、その場で立ち尽くしてしまった。なんだなんだ、どうした、幸香。その時、幸香の父が何事かと駆けつけてきた。父の後ろには、タイトなドレスコードで走りづらそうな母も息を切らして必死にかけてきている。幸香、何かあったの？母は息を整えながら怪訝そうに俺と兄を交互に見て幸香の背中を撫でた。まるでこちらが悪者みたいに。お父様、お母様、私は本当のことを言っただけよ。この男が中卒の底辺無能ゴミ王だってね。だから縁を切ってほしいと頼み込んでいたところよ。これでもかというほどに皮肉な笑みを浮かべて俺を指さす幸香。その言葉を聞いて両親は俺を見つめる。そして二人して笑い出した。はははそうだな、中卒なんてなんという恥さらしの男だ。幸香の言う通り、底辺無能ゴミ王だな。そうね、本当よくもまあ堂々とこの場にいられるわね。恥ずかしいったらありゃしないわ。それにしても幸香、ネーミングのセンスあるわね。腹を抱え大笑いする二人に、俺は何も言えず歯を食いしばり拳を握りしめた。兄も口を閉ざしたまま立ち尽くしている。そんな兄に視線を向けると、恐ろしいほど表情が歪み、怒りで顔を真っ赤にしていた。せっかくの祝いの場を自分の経歴のせいで台無しにしてしまったのかと思うと、申し訳ない気持ちにもなった。たかが経歴だけでここまで言われなければいけないのか、人格までも否定されなければいけないのか、今までそこに対して劣等感を感じたことはなかったが、今この瞬間だけは少し後悔にも似た感情を抱いた自分がいた。幸香と両親に言われるがままで歯向かえなかった俺は、洗脳に近いものを感じた。怒りや悔しさが入り混じって、よくわからない感情に襲われる。俺がいけないのか、あいつらの言っていることが正しいのか、心が引き裂かれ、何が正解かわからない。頭をフル回転させて考えても、息が苦しくなるだけだった。兄には申し訳ないが、もうここにはいたくない。こんな自分がここにいても、迷惑をかけるだけだ。帰ろう。そう思って、会場とは真逆の方向へと歩き出そうとした。その時、ハルトに振り返ると、ミチルが会場の扉を開けて走ってくるのが見えた。ミチル、ハルトに、しっかりして。
ハルト兄は何も悪くないよ。光を失った俺の目をまっすぐに見つめてくるミチル。そのミチルの目からは彼女の意志の強さを感じた。そしてミチルは俺から目をそらし、サチカの父を鋭い眼光で睨みつけて口を開いた。社長、あの会社潰しましょう。はあ、わけのわからんことを。小娘が何を言っているんだ。まったく、底辺の身内はやっぱり底辺なんだな。ミチルの言葉に鼻で笑いながら底辺という言葉を強調する父。俺はごくりと息をのみ、兄の顔をうかがうと、兄は未だ静まらない怒りの表情のままうなずいた。俺は一つため息をつき、おもむろに携帯をポケットから出す。そして見慣れた宛先へ電話をかけた。なんだ、無能なくせに一丁前で英語で話しているつもりか。つなぎ先の相手と英語で話す俺の傍らで、サチカの父が嫌みったらしく笑うのが見えた。そんな父を横目に電話を切って男のもとへ歩み寄る。縁切りたいんですよね。わかりました。失礼ですが、御社との取引をやめさせていただきます。淡々と言葉を放つ俺に、父はまた皮肉な笑みを浮かべた。はっは、何を言っているんだ、中卒が偉そうに。社長ごっこでもしたいのか。社長なんて言われたこともないだろうからな。だがごっこ遊びなら他でやってくれ。底辺で無能なお前とは関わりたくもないからな。嘲笑いながら俺を指さす父の言葉に、サチカと母は腹を抱えて大爆笑していた。あなたの弟、頭大丈夫？ついにおかしくなっちゃった？サチカは涙を浮かべるほど笑い、兄の顔を覗き込んでいる。兄は何も答えない。その時、サチカの父の携帯が鳴り、みんな一斉に父に視線を移した。もしもし、俺だ。ああ。え？なんだと？ちょっと待ってくれ。電話に出たサチカの父は呆然とし、みるみる青ざめていく。お前、一体何をしたんだ。父は電話を切ると、携帯を持っていた手をだらんと落とした。そして、ひどくうろたえた様子で、俺を怒鳴りつける。そんな父の様子に、サチカも母も、皮肉な笑みどころか、両手を握りしめ、呆然としていた。はは、何って。特許の使用権を止めただけですよ。そう言って不敵に笑う俺を見て、サチカの父は言葉を失い、口をパクパクさせるだけだった。それは高校時代まで遡る。科学部に所属していた俺は、いろいろな素材を研究開発することに没頭していた。新しい発見、仮説の検証などから領域を開発することが楽しく、それを行っていくうちに具体的な製品化につなげたいという気持ちも芽生えていたのだ。桜井君、論文見たよ。いや、実に素晴らしかった。君の才能を日本で埋もれさせるのはもったいない。大学を出た後、海外に行ってみる気はないかね。君ならきっと海外のラボで大活躍できるだろう。ある日、俺の論文を見た顧問に呼び出され、海外のラボを勧められた。メガネの奥で顧問の瞳が光る。それは期待に満ちた表情だった。俺は一瞬にして胸が弾んだ。今まで自分がやってきたことを生かせるかもしれない、こんなチャンスは二度とないと思い、すぐさま俺は論文を海外のラボに送った。桜井君。数日後、慌てふためいた顧問が駆けつけてきて、俺の両肩を力強く掴んだ。息を切らしながら俺を見る顧問の目が泳いでいるのが分かった。桜井君、海外のラボに論文を送ったんだね。学校に連絡が来たよ。まさかこんなにすぐ行動に移してしまうとは。君の自立心の高さには頭が上がらないよ。俺は幼い頃に両親を失ったためか、一人で考え行動することが多かった。おじ夫婦はとてもよくしてくれたが、すべて頼り切ることは難しかった。何でも一人でやってきたからこそ、何でもできるという考えが当たり前だったのだ。困ったなぁと頭に手を回す顧問は
うう、と息を整えてから意を決したように口を開いた。採用されたよ。え、一瞬にして輝いた俺の目を見て顧問はまた、うう、と息を吐いた。行くのかい、本当に。きっと俺の答えは分かっているだろう。しかし顧問は心配そうにそう聞いた。顧問は今ではなく、いずれ海外のラボに、という意味で言っていたらしい。俺が力強くうなずくと、顧問は、そうか、心配だな、と視線を落とした。先生、勝手なことをしてすみません。でも、今の自分がいるのは先生のおかげです。先生が顧問だったからこそ、俺は素材の研究開発の楽しさを知ることができました。今にも泣きそうな顧問に、今までの感謝を伝え、深く頭を下げた。その後、兄やおじ家族にも説明した。兄は驚いていたが、ハルトなら大丈夫だよ、と笑ってくれた。高校を中退すること、海外のラボに行くこと、それを聞いて、おじ夫婦二人は、初めはひどくうろたえていたものの、ハルトのやりたいことをやればいいさ、と、おじは背中を押してくれて、体に気をつけてね。何かあったらすぐに連絡するのよ、とおばも母のように心配しながらもエールを送ってくれた。そして渡航の日、兄の心配そうな笑顔、おじ家族の涙を背中に、俺は海を渡ったのだ。初めての海外、それも一人、寂しくはなかった。むしろラボでの研究が忙しく、日々はあっという間に過ぎていったようにも感じた。研究はやっぱり楽しかった。高校でできることは正直限られていたからこそ、海外のラボでできるそれは壮大だった。すべてが新鮮で、毎日が勉強だった。経験はしていないが、日本ではここまでできないだろうと変に確信した。その迫力に飲み込まれそうになったこともあったが、研究をしている時間は海外にいることを忘れるほど夢中になっていた。そして数年後、ついに俺の研究が実を結ぶことになる。俺はいろいろな素材の研究開発の末、複数の素材の特許を取得することができたのだ。この時、一番に兄に報告した。兄さん、俺、特許取得したよ。すごいな、ハルト。さすが俺の自慢の弟だ。よし、帰ったら二人で乾杯だな。受話器から聞こえる兄の声は、かすかに震えていたような気がした。笑顔で見送ってくれたものの、きっと一番心配してくれていたのだろう。ただ一人の血のつながった家族なのだから。その後、おじにも連絡をして報告をした。同じようにおじも喜んでくれて、電話の向こうでおばのすすり泣く声も聞こえた。俺がここに来ることができて、研究の成果を出すことができたのは、俺一人の力じゃないことを考えさせられた。今まで何でも一人で考え行動してきたこと、それができたのは全て周りの人が陰で支えてくれていたからだったのだ。それに気づけなかった幼稚な俺だったが、その時初めて人は一人で生きていけないのだと感じた。特許を取得後、俺は自分の会社を立ち上げ、特許の管理を任せていた。そして翌年の春、新しい秘書も入ってきた。社長として挨拶へ伺うと、そこにはよく知っている女性がいた。ミチル？なんでここに？やだな、ハルトに。知らなかった？私、今日からここで秘書として働きます。そう、そこにいたのは、おじ夫婦の娘であり、俺のいとこであるミチルだった。秘書って、ミチルだったのか。思いもよらない状況に理解が追いつかなかったが、得意げに微笑むミチルを見て、俺もつられて笑みがこぼれた。実は私、留学してたんだ。ハルト兄が渡航する姿を見て、すごくかっこいいって思ったの。誰にも寄りかからないハルト兄を支えられたらいいなって思って秘書になったんだ。身内なら気軽に相談できるでしょ。ミチル、大きくなったな。兄と共に兄弟のように育ったミチル。俺の知っているミチルは好奇心旺盛で、とても活発な、いわゆるおてんば娘だった。
そんな彼女が今はスーツを着こなし、すっかり大人の女性だ。ちょっと、ハルトにおじさんみたい。ケタケタ笑うその表情は前と変わらない。そんな会話をした後、ミチルが表情を変えて言う。今日からお願いします、社長。深々と頭を下げ、顔を上げたミチルの顔。それはとても凛々しいものだった。その後ミチルから聞いたのは、おじ夫婦はハルトがいるのならと留学や海外を拠点とするこの会社への就職を許してくれたとのことだった。彼女はテキパキと働き、仕事中は市場を挟まずに熱心に取り組んでくれている。それにとても助けられ支えられている。そして今もミチルに助けられた。彼女の言葉がなかったら俺は本当に何もできずじまいだっただろう。お前、まさか。やっとの思いで口を開くサチカの父。体を震わせ青ざめたその顔からは冷や汗が吹き出している。そのまさかですよ、高野社長。俺が特許を持つ素材、そちらの会社の製品でも使われてますよね。その売り上げが会社のほとんどを占めているとか。今までの売り上げや今後の展望を考えるとどうでしょう。この契約は1億円以上でしょうか。ぐらっと大きな体を揺らし、膝から崩れ落ちるサチカの父に俺はおかしくなった。サチカも母も青ざめた口元に手を当て、小刻みに体を震わせていた。待ってくれ、頼む。悪かった。だから考え直してくれ。では今までありがとうございました。金輪際うちの会社とは関わらないでください。土下座をして懇願する男の姿を見て、惨めだなと思いながら、俺は言葉を止めなかった。頭を抱え阿鼻叫喚する幸香の父を横目に兄の方を見ると、兄は何か決意したような表情で再びうなずいた。その後おじ夫婦に事の詳細を話すと、おじが一言、帰ろうかとつぶやいた。兄はこの場に残り後処理をするということで、俺はおじ家族と共に会場を去った。ありがとうミチル。その帰り道、静まり返った空気の中、ミチルにぽつりと感謝の言葉を述べた。ミチルは俺を見上げた後、ううん、と微笑んで首を横に振った。そしてまた沈黙の時間が流れる。いろいろな思いが頭の中を巡った。自分のしたことは間違っていなかったと思う。それに後悔もしていない。ただ、兄のことを思うと複雑でたまらない。その気持ちが心にまとわりついて離れなかった。その晩はやっぱりみんな静かで、黙って食事をとった後、俺とミチルはおじ夫婦の顔色をうかがう一方だった。夜も更け、自分の部屋に向かおうとしたその時、インターホンが家の中に鳴り響いた。こんな時間に誰だ？とおじが不審そうに玄関を開ける。トマ。その声に俺は玄関まで駆けつけた。そこに立っていたのは兄だった。兄は話があると言い、みんなをリビングに集めた。今日は本当にごめん、迷惑かけた。みんなが座り、おばがテーブルに温かいお茶を用意していると、兄が頭を下げた。トマ、お前は悪くないよ。そうよトマ、頭を上げて。おじもおばも眉を下げて優しく微笑んだ。兄さん、俺もごめん、騒ぎを起こして。ハルト、いいんだ、お前こそ何も悪くない。全員何も悪くない。それは分かっていた。兄はきっとあの女性を婚約者として選んでしまったことを後悔していて、俺とミチルは騒ぎを起こして結婚式を台無しにしてしまったことを後悔している。そしておじ夫婦はとても優しい人たちだ。俺たちが傷ついてしまったこと、傷つく前に守れなかったことを後悔しているのだろう。
俺さ、結婚するのやめた。わずかな沈黙が流れた後、兄が口を開いた。驚いて兄を見ると、その目はもう意志の強い目だった。その言葉を誰も否定はしなかった。それから兄は俺たちが帰った後のことを教えてくれた。俺が高野の会社と契約破棄したことを顧問弁護士として、俺の兄として何とかしろと高野に詰め寄られたらしい。しかし、弟の俺をバカにされたことに腹を立てていた兄は逆に名誉毀損で訴えると言い返してやったそうだ。兄は顧問弁護士なだけあって契約に関することは詳しい。今回の契約破棄は何ら問題はないと太鼓判をしてくれた。もし何か言ってきたら俺が返り討ちにしてやるよと笑いながら言う兄の姿に、弁護士ってものすごい力を持っているなと怖くもなったが、心強い協力者だと思い至極安堵した。そんな話をしていると、おじが瓶ビールと人数分のグラスを持ってきた。その夜はみんなで酒を飲みながら久しぶりに語り合った。こうやってみんながこの家に集まることも少なくなってきた今、この時間はかけがえのないとても大切なものだった。その後、兄の婚約破棄が正式に決まった。そう言葉だけでは簡単に言えるが、それはとても大変なものだった。俺の会社に高野から何度も連絡があったり、虚偽の情報をネットに拡散したり、何とも悪質だった。しかし、それもことが起こるたびに、すぐに情報も消され、連絡も来なくなった。それは兄が裏で高野を追っていて、すぐに解決してくれていたからだった。そんな兄の計らいがあったからこそ、俺は気にせず仕事に励むことができた。俺よりもはるかに大変な思いをしている兄、弱音を吐かずに一件が終わるまで助けてくれた兄はやっぱりかっこよかった。高野の会社は主力製品が作れなくなり、各方面から契約を切られ始め、経営困難、倒産寸前だという。そんな高野の会社を海外の企業が買収することが決まり、それももう進んでいるらしい。俺も経営者が変われば再び商談の席についてもいいと伝えていることもあり、高野が経営者から降ろされるのも時間の問題だろう。ハルト、本当にありがとうな。俺がミチルと拠点の海外に戻る日、兄が照れくさそうに言った。俺たちからも感謝する。ありがとう、ハルト。本当、あんな人たちと親族にならなくてよかったわ。おじとおばも揃って言う。その時、やっと心がすっと軽くなった気がした。ずっとどこかで申し訳ない気持ちや後悔の気持ちがあったのだ。ようやく肩の荷が下り、軽くなった体で、俺とミチルは海外へ戻った。飛行機の中、ミチルは空港に恋人が迎えに来てくれるとワクワクしていた。彼女の恋人は同じ会社の研究員であるため、俺もよく知っている人だ。二人は結婚の話も出ているらしい。それを今回の帰国でおじ夫婦には報告したとのこと。おばは素直に喜んでくれたが、おじは複雑な表情をしていたとのことだった。おじの気持ちは痛いくらい分かった。兄の一件があり、結婚相手に対する不信感が抜けない。結婚することには反対しないし、祝福するよ。ミチルの彼は俺もよく知っている人だし、素性は確かだ。ただ、兄さんと同じような目に遭わないかだけが心配だな。幸せ真っ只中なミチルを傷つけないように、言葉を選びながら本音を伝えると、彼女は目を見開いた後、くすっと笑った。ハルトに、それ、パパと全く同じこと言ってる。くすくすと笑うミチル、おじも同じことを思っている。その同じ思考に、やっぱり俺は、おじの子でもあるのだと嬉しくなった。飛行機の長旅が終わり、空港に到着すると、ミチルは金髪の男の子に手を振り走り出す。そして二人は抱き合い、笑顔で話し始めた。そんな二人を見て、微笑ましいなと思いながら家路に着いた。数ヶ月後、俺はおじの訃報を知った。おばからの電話で知らせを聞いたときは、頭が真っ白になった。急性心不全だったという。おじとは
年末に帰るねと電話をしたばかりだった。その時に俺にも彼女ができたこと、その彼女と結婚を前提に交際していることを報告する予定だったのに。まだ恩返しできてないよ、おじさん。今まで愛情いっぱいに育ててきてくれた恩をいつか返したかった。親孝行しているつもりではあったが、俺の中ではまだまだ足りなかった。俺とみちるは急いで日本へ帰り、おじの通夜と告別式は滞りなく終わった。そして空港にはまたみちるの恋人が迎えに来ていた。泣き晴らした目のみちるを見てもらい泣きをする彼。それを見て、ああこの人なら大丈夫だと確信した。他人の訃報に涙できるくらい優しい心を持っている彼ならきっと大丈夫。俺はおじの柔らかな笑顔を思い浮かべて、みちるのことは俺がそばで見守るから安心してと心の中で誓った。血のつながらない家族はどれだけ長い時間一緒にいれたかによって信頼関係が生まれるのかもしれない。そして本当の家族になっていくものなのかもしれない。おじ夫婦も少なからず戸惑いはあっただろうに、それを見せずに俺たちを受け入れてくれた。実子のみちるとも分け隔てなく接してくれた。本当にありがたかった。俺と兄とみちる、同じくらい時間を使ってくれた。そうやって過ごしていくうちに、俺も本当の父親のように思うこともあった。初めて一緒に酒を飲んだ時はでかくなったなと泣いてくれたおじ、兄の結婚を心から喜び、そして心配していたおじ、そんな優しいおじに引き取ってもらえて俺は幸せだった。立派な道を進む兄とは真逆だった俺に、おじは経歴なんて関係ない、大事なのはやりたいことができているかどうかだと言ってくれた。今の彼女も俺の仕事に対する姿勢を見て好意を持ってくれた。こうやってこれからもおじを思い涙することがあるだろう。それでいい。そうやって人は強くなっていく、乗り越えていける。おじからもらったたくさんの愛情を胸に、言葉を宝物に、これからも思いやりを忘れず、自分の歩いてきた道を恥じずに胸を張って生きていこう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ドッキリ大成功。予約のテーブルに一人ポツンと座っていた俺は汗まみれになっていた。サークルの部長に電話をかけた。お前一人で食べちゃえばいいじゃん。あとな、ドッキリ企画代として今回の会費全部払っといてな。じゃあな。はめられた。俺が陰キャなのをいいことに、サークルのみんなは楽しんでやがる。ドッキリ企画ってこれが今の学生のノリなのか。店主は大激怒していた。俺はしぶしぶ会費を全額払うしかなかった。俺の名前は水島豊、年齢は20歳。1年浪人してようやく希望の大学に入れて現在2年生。中学校の頃からハリウッド映画にハマってしまい、映画に関することなら物知りの部類だった。書籍の映画 DVD コレクションは俺の宝物。最近では邦画も見るし、アニメにも興味を持ち始めた。高校時代はオタクのように扱われ、しばしばいろんな人間にいじられてきたが、大学に入ってからはそれがエスカレートした。俺は新入生歓迎時期に映画同好会に入ることとなった。映画好きが集まったサークルなのかと思ったら、蓋を開けてみるとそうでもなく、どちらかといえば飲み専門のサークルのような、そんな活動だった。中には映画に詳しい人もいたが、ほんの一握り。あとはみんなしてキャンプに行ったり、スキー合宿したりと、映画同好会とは名ばかりの集団だった。俺はお金のかかることはやりたくなかったので、キャンプやスキーには絶対に参加しなかった。大学3年生の北沢明というサークル部長がいるのだが、まさに俺色に染めてやると言わんばかりに、ますます飲みの場を設けては遊びほうけていた。おい、ゆたか、
あの女引っ掛けてこいよ。え？俺にはそんなことできません。いいから行ってこいよ。成功したらうまいもんごちそうしてやっから。と俺に強引にナンパをさせて、失敗するや取り巻きと一緒にゲラゲラ笑うのだった。何度やらされたことか。成功することはなく、ひどい時には話しかけた女性から思いっきりビンタを食らうこともあった。サークル内で俺は陰キャというレッテルを貼られていた。高校の頃からそうだったが、ネクラだしオタクだし、まあいじられるのは当たり前といったところか。ある日、部長の北沢が飲み会をやって親睦を深めようと、部員の20名を集めて居酒屋に予約を入れていた。会費は4000円と苦学生の俺にはかなりの痛手。まあ最近はサークルに顔も出してないし、少し悪いなとしぶしぶ参加することにした。俺は一人で現地に向かった。大学近くにお店を構える居酒屋小山は、京町屋風の2階建て一軒家を改装して1階部分を店舗にした外観だった。こじんまりとした入り口横に、アルバイト募集と筆で書いた手書きの張り紙があった。飲食店はどこも人手不足だとニュースでよく聞いてたな。そんなことを思いながらも、俺は入り口のドアを開けて店内に入った。いらっしゃいませ。あ、どうも。女性の店員さんが迎え入れてくれた。なるほど、このお店は20人ほどのキャパが限界らしく、今回は貸し切りにしてくれたようだ。サークルのメンバーは誰一人おらず、俺が一番乗りだった。女性店員さんに案内されて、俺は一人ポツンと予約席に座っていた。あれ、おかしいな。待てども待てども、サークルのメンバーは来ない。もう予約の時間はとっくに過ぎている。居酒屋の店主らしき人が、お客さん、もう料理は出してもいいかね。あ、はい、よろしくお願いします。もうじき来ると思いますので。枝豆、冷ややっこ、大根サラダ、鶏の唐揚げ、おでん、麻婆豆腐などなど、女性店員さんがどんどんテーブルに並べていく。一通り料理は並べられたが、何も連絡がない。ちょっとお客さん、もうじき来るって言うから料理出したんだけど、全く来る気配がないね。うちとしては困るんだが、熱い料理が冷めちまうわな。すみません、今幹事に連絡しますから。俺はスマホを取り、北沢に LINE で連絡した。もう料理並べられてますけど、みんな来てないですよ。俺一人だけ居酒屋にいるんですけど。 LINE はすぐに既読表示された。北沢の返信は、ドッキリ大成功の文字だった。え？何ですか、ドッキリって。俺の額は汗まみれになっていた。グループ LINE なので他のサークルメンバーのメッセージが次々に入ってきた。見事にハマってくれたな。マジウケるんだけど。ユタカやっちゃったな。さすがは陰キャ、こういうところは美味しいね。俺はハメられたのか。もう LINE では拉致が開かないと思い、俺は北沢に電話した。北沢さん、どういうことですか。居酒屋のご主人すごい怒ってますよ。いや、だから言ってんじゃん、ドッキリ大成功って。ふざけないでください。もう料理のほとんどがテーブルに並んであるんですよ。これどうしたらいいんですか。お前一人で食べちゃえばいいじゃん。あとな、ドッキリ企画代として今回の会費全部払っといてな。じゃあな。電話を一方的に切られた。一人4000円で20人だから8万円。消費税入れたら88,000円。そんなお金今払えるわけがない。どうしたんだい、他のメンバーは来るんだろうね。いや、その俺は店主に事の流れを説明した。ドッキリ企画って、これが今の学生のノリなのか。ふざけやがって。店主は激怒していた。すみません、あの、俺の学生証を預けますから少しお時間ください。これ以上ご迷惑はかけられないので、お代は必ずお支払いします。今から銀行に行ってきます。
学生証って。水島豊君っていうの？ああ、隣の駅の大学か。何？君一人で払うって、いくら払うか分かってるのか？ざっくり計算はできてますので、お支払いします。では、ちょっと行ってきます。まあ、待ちなさい。席に座って。え？何かを感じ取ってくれた店主は、わざわざ厨房から出てきて、俺を呼び止めてくれた。怒りの表情から、穏やかな顔をして店主は話しかけてきた。水島くんだっけね。サークル内ではよくこんなことをされるの？いえ、さすがに今回だけは一番の悪質ですが、他にもいろいろと。まあ、あまり話したくもないよね。そっか。見ての通り、俺、陰キャですから。陰キャ？どういう意味だい？その、なんというか、暗くて内向的な性格というか。では、その反対は陽キャかね？その通りです。じゃあ、俺の娘も陰キャだったのかな？気さくに話してくれた店主は、娘さんの話をしてきた。男で一つで大切に育ててきた娘さんも内向的な性格で、中学高校と同じクラスメイトに嫌がらせされて、教室の隅っこに一人ポツンといるような人だったんだという。なんだか今の俺の姿を、自分の娘さんを見ているかのようだったというのだ。そうか。そうだ。水島くん、スマホを貸してくれんかね。え？ああ、はい。何をされるんでしょうか。逆ドッキリだ。俺は店長に言われるがままにスマホを手渡した。店長はグループLINEに何やら文章を入力している様子。女性の店員さんもその内容をチェックしていた。さあ、できたぞ。水島くん、内容を確認してほしい。よかったら送信してみてくれ。はい、わかりました。内容はこうだ。今回のご予約は、幹事の北沢明様から受けたまわっております。お店の規約にのっとって、当日のキャンセル料すべては北沢明様がお支払う義務がございます。当日のキャンセル料金は 100% となっており、8万8000円を頂戴いたします。本日に何らかのリアクションがなければ、こちらは警察にご報告させていただき、しかるべき罰を受けていただきたいと存じます。居酒屋小山店主、小山徹。俺は内容を確認した上で、恐る恐る送信した。すぐに記録表示された。今度は北沢から俺の方に電話がかかってきた。店主は俺にスピーカー機能を使うように指示した。俺は音量をマックスにした上で電話に出た。豊か、なんだこの内容は。ふざけてんのか？いや、これは本当に店主からのメッセージなんです。料金は払っとけって言ったろ。払おうとしましたよ。でも店主が。さっきから店主が店主がって。その店主出してみろよ。俺が対応してやっからよ。すると店長は、俺にスマホを渡すように、クイクイッと手を胸に当てるのだった。もしもし、お電話変わりました。店主の小山と申します。え？これってリアル？内容はご覧いただいたと思われますが、ご予約いただいた北沢明様ご本人ですよね。ああ、そうですが。今すぐこちらにいらっしゃることは可能でしょうか？今はちょっと忙しくて。では規約にのっとって警察に。警察？ちょっと待ってください！今すぐ行きますから！30分後、北沢と他3人のサークルメンバーが息を切らしながらお店に入ってきた。おい、ゆうたか、どうなってんだよ。ここのお代払っとけって言ったじゃんか。いや、だから。北沢様、あなたの話し相手は私です。テーブルの上を見てください。乾燥してしまうのでラップをかけさせてもらいましたけど、間違いなく出しております。さ、どうぞ何なりとおっしゃってください。店主が俺の前に立って出てきてくれた。いや、こいつが、ゆたかが払うことになってんすよ。それは認められません。ご予約いただいたのはあなたですから、お店側とあなたとの契約になるんです。責任はあなたにございましょう。8万8000円とか、そんなお金持ってないっすよ。どうにか工面していただきたいですね。こちらは慈善事業でなく、商売をやっておりますのでね。
居酒屋まで全力で走ってきた北沢はイライラしていた。俺にも店主の対応にも。ああもううざってえな、ちくしょう。北沢は店内のカウンターに置いてあった花壺を勢いよくはたいた。床に落ちた花壺は粉々に割れてしまい、飾っている生け花と剣山、そして水も床に広がっていった。払えばいいんだろう、払えば。ちょっと待ってろよ、コンビニの ATM 行ってくるから。お待ちください。なんだよその花壺。なんだよこれが、どうかしたんかよ。安物だろうがよ、それも一緒に弁償してやっからよ。骨董品なんです。骨董品？なんだそれ。50万円はくだらない骨董品ですけど大丈夫ですか。50万円。カオル、ちゃんと取っててくれたか。店主は女性の店員さんに言った。店員さんの方に目をやると、バッチリとスマホで証拠となる動画を撮っていた。さて北沢様、どうしましょう。お食事代と、まさかご丁寧に大事な花壺まで割ってくださるとは。北沢の横についていた3人の取り巻きはお店を出てそそくさと逃げていった。おい、お前ら逃げんなよ。だからここはあなたと私の問題なんです。あなただけは逃げてもらっては困ります。花瓶は、いや花壺代はちょっと。いやいや、ちょっととかそんな言い逃れはできませんよ。証拠の動画もバッチリ撮ってますし、よかったら SNS で拡散させてもらいますけど。ダメです、それだけはダメです、やめてください。だったら耳揃えて払え。わかったな。北沢はまずはお食事代だけは泣きながらカード払いして、豊か、お前覚えとけよ、必ず仕返ししてやっからな、と捨て台詞を吐いてお店を出て行った。店主はすぐさまお店の前に塩をまいていた。店主はこの20人前の料理どうしようかと困っていた。さすがにもったいないと思った俺は、僕と女性店員さんと店長さんとできるところまで3人で食べてしまいましょう。よかったら残った分は包んでもらえますか。俺一人暮らしなんで、こういうお惣菜は助かります。そうか、ではそうしよう。3人で談笑しながら食事をすることとなった。店主は、あ、こちら私の娘のカオル。あ、娘さんだったんですね。一緒に切り盛りされてるんですね。カオルさんはペコリと俺に会釈した。しっかりと連携プレーで北沢の悪行を証拠として動画を撮っていた。容姿は小柄でショートカットのナチュラルメイク、目がクリッとしててとても清潔感のある女性だ。俺のように陰キャなイメージはないのだが。切り盛りというか、たまに手伝ってもらってるんだ。彼女の本業も大学生だからね、たまに夜にこうして手伝ってもらってる。そうだったんですね。時に先ほどの君のボスは覚えとけよ、仕返ししてやるとか言ってたが、大丈夫なのかい。まあ普通に考えてひどいことされるでしょうね。カオルさんはスマホをテーブルに出してこう言った。お父さん、これを大学側に報告してみては。立派な器物破損だし。そうか、その手があったな。警察と大学とセットで報告しないと。ちゃんと悪役を演じてくれたボスに失礼だな。オチをつけてあげないとな。カオルさんはニコッと笑顔を見せて俺にこう言った。ゆたかさんでしたっけ。多分もう北沢さんは大学にいられないんじゃないかと思いますよ。最悪サークルも廃部になるかもしれませんが。いえ、もうサークルなんてどうだっていいんです。映画好きで入った俺がバカでした。すぐにやめとけばよかったって今は後悔してます。じゃあ話は決まった。早速俺は大学に連絡する。君のボスにはどでかいお灸を据えることになるが、いいね。はい、お願いします。店主はすぐに大学の学生事務所に問い合わせた。カオルさんと二人っきりになった時、カオルさんは、映画がお好きなんですか。はい、中学生の頃からずっとハリウッド映画ばかり見てます。最近では邦画もアニメも。家には DVD コレクションがあるんです。
私も映画大好きなんですよ。そうなんですか？店主が戻ってくる間に、俺はカオルさんと映画のコアな部分まで話していた。なかなかの強者。俺より映画のことを知っている人を今まで見たことがない。映画オタクか。電話してきたぞ。大学側はしっかりと対処するって。ありがとうございました。お礼と言ってはなんですが、俺にお店のお手伝いさせてもらうことってできませんか？え？お店の前に張り紙されてますよね。アルバイト募集って。万年人手不足でね、困ってるんだよ。でしたら、俺を使ってください。後日、履歴書をちゃんと書いて持ってきます。いやいや、急にそんな。カオル、どうしよう。いいんじゃない？私、豊さんと話してて、全然陰キャな感じしなかったけど。そうか。うちは結構厳しいけど、できれば長く続けてほしいな。頑張ります。長く続けます。任せてください。そうか。いい目をしてるな。では、特別に張り紙に書いてあった時給から、プラス100円でやってもらうことにしよう。俺が作る美味しいまかない付きだぞ。豊さん、父を助けてあげてください。私の方からもお願いします。カオルさん、ありがとうございます。俺の方こそよろしくお願いします。やっとの思いで店主は人が決まり、ほっとしているようだ。求人広告は媒体にもよるが、雑誌でもウェブでも相当お金がかかるらしい。これで人が来なくてマッチングしなければ、お金はまるでドブに捨てたものと一緒。居酒屋のアルバイトには前々から興味があったし、一人暮らしに一食分浮くまかないは大助かりだ。しかも時給を上げてもらったし、言うことはない。またカオルさんともっと映画の話をしたいとも思っていた。俺は残りの料理を余すことなく丁寧に包んでもらって、大事に家に持って帰った。店主が作る料理は本当に美味しくて、毎日食べていたいくらいだった。警察に、大学にと通報された北沢はすぐに呼び出された。過去にも他のサークルで、なんと闇サークルの関係者であったこともバレてしまい、大学からは退学処分を下された。これから就職活動というのに、なんとも最悪のタイミングでの事件であった。そしてこのことがあって、映画同好会も解散。聞くところによると、北沢はいわゆる大学デビューで、元はというと俺のような陰キャな性格だったらしく、無理して陽キャを売りに活動していたのだとか。実家に帰って親にすがるしかなかった。これからは身の丈に合った生活をしてほしい。いらっしゃいませ。俺は居酒屋小山で接客と調理を担当していた。店主には、いい動きしてるな、その調子だと褒められ可愛がられた。いろんな居酒屋料理を教わった。人と話すことが苦手で、ネクラかつ陰キャな俺が人と接する仕事をするなんて、昔の俺のことを思うと考えられない。そしてカオルさんのニコッとした笑顔を見ると、いつも幸せな気分になる。やっぱり一目惚れだったのかな。豊くん、今度何の映画見に行こっか。カオルさんに任せるよ。じゃあ今度はスターフォースエピソード1だね。出てくるキャラクターがかっこよすぎてたまらないの。了解、間違いない。店主に隠れてお昼にデートすることもあった。店主はうすうす俺に下心があったことは知っていたのだが、俺の仕事ぶりを見ていて容認してくれているようだった。そして月日は流れ、大学を卒業前に店主はこう言った。ゆたかくんのおかげでお店も順調だよ。約3年間か、よく頑張ってくれた。しかも週5で働いてくれる子なんてそうそういなかったよ。ところで君は就職活動している様子がなかったが、どうするんだい？ここの仕事が楽しくて楽しくて気がつけば就活サボってしまいました。こらこら、学生生活の大事なイベントだろうに。小山店長、俺をここに置いてもらえませんか？小山店長の料理をもっと教わりたいんです。珍しい子だな。小山店長とカオルさんは俺を変えてくれました。俺はここに身を置くことで、もっともっと自分を変えられる。
そう思うと就活なんてそっちのけになってしまって、いつも来るのが楽しみになってしまって。その辺の大企業と違ってうちは給料低いぞ。毎日のように店長のまかないを食べれるのであればいくらだっていいです。月10万でもいいのか。いや、それはちょっと。まあそれの倍は出せると思うが。十分です。俺を雇ってください。お願いします。俺は店主とカオルさんに何らかの恩返しがしたかった。店長は何日か考えた上で俺にこんなことを言ってきた。俺には夢があるんだ。何でしょう。もうあと何年ともかからない未来に2号店を出す。その夢を叶えたいんだが。水島くん、協力してもらえるか。喜んで。それから4年後、店長はついに2号店を出した。お店の屋号は居酒屋小山ではなく居酒屋水島だった。なんと俺の名前を取って2号店にしてくれた。接客は俺の奥さんが担当してくれている。昔は同じように陰キャと言われた者同士だが、人間は自分の置かれる環境でいくらでも化けることができる。今は2人とも陰キャと陽キャの中間くらいでいい塩梅をとっている。無理に陽キャを演じる必要なんてない。今日は何の映画を見に行こうか。スターフォースエピソード3に決まってるじゃない。もう上映されるのが今か今かと待ってたんだから。そうだよね、間違いない。仕事中は汚れるからつけないけど、休日はお互い指輪をつけて、俺はカオルさんと手をつないで映画館に向かった。映画のようなドッキリな出会いからの結婚だったが、二人で切り盛りするこじんまりとした居酒屋は、ありがたいことに今日もたくさんのお客さんでにぎわっている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。太田、お前無断遅刻しやがったな。数字を上げてれば何でも許されると思ったら大間違いだぞ。給料から引いとくからな。え、店長、遅刻じゃないです。今日はお客様のところに行ってから出社すると昨日もお伝えしましたし、ホワイトボードにも直行と書いてあるはずです。ホワイトボード見てみろ。何も書いてないじゃないか。そんなはずは。え、俺は確かに昨日沢本様直行11時出社予定と書いたんだ。それが跡形もなく消されていた。お前なんてどうせろくな営業もしてこないくせに無断遅刻までしやがって、店舗の士気に関わるんだよ。近藤店長の怒鳴り声は収まらない。お前なんていてもいなくても同じだ。むしろいない方がいいんだよ。いない方がいい？店舗内セールストップの俺が？いない方がいいってことでしたら分かりました。後悔しないでくださいね。毎日の叱責で疲れ果てていた俺は、店長の言葉に張り詰めた緊張の糸が切れ、休暇を取ることにした。1週間と言わず一生休暇にしてしまえ。近藤店長はそう言って笑っていたが、近藤が笑っていられるのも今のうち。次の日から始まる人生を変えてしまうような悪夢に近藤はまだ気づいていないのだった。俺の名前は太田浩二。地元の大手自動車販売店で車の営業をしている28歳の男性だ。会社には新卒で入ってもうすぐ勤続7年目になる。もともと車と人が大好きだったこともあり、その車と人を結びつける営業の仕事は俺の天職だと思っている。うちの販売店で取り扱っている車は種類が多くて、毎月のように何かしらの車がマイナーチェンジやらモデルチェンジやらをする。そうなると当然覚えるべき商品知識も膨大になってくるので、同僚の中には覚えるのに苦労している人も多いが、俺にとって商品知識を覚えるのは趣味の延長のようなものだ。毎月新情報をワクワクしながら覚えている。わざわざ覚えているという感覚もないくらいだ。社内の研修資料だけでは満足できない俺は、車の専門誌なんかも何冊か定期購読していて、家でもお酒を飲みながら読んで楽しんでいるのである。そういえば他の大手自動車販売店なんかだと、営業スタッフは頻繁に移動があって、2年か3年もすると
店舗から別店舗へと動かされるという話を聞くこともあるが、うちの会社は何か問題でも起こさない限り基本的に同じ店舗で長く勤めさせてくれる。お客様と家族ぐるみで長くじっくり関係性を深めるのが得意な俺にとってはこれもありがたいことだった。まだ新人営業だった頃からずっと担当させてもらっているお客様も何人もいるし、お店が休みの日にはお客様のプライベートにお呼ばれすることもある。先月も割と新しいお客様からお嬢様の誕生日パーティーにご招待いただき、ありがたくお祝いさせてもらったばかりだ。営業成績の方も会社経営やいわゆる事業をされていて羽振りのいいお客様にも恵まれて毎月上々だ。しかし趣味の延長だなんて思いながらのびのびと気分よく仕事をしていた俺に新年早々事件が起こった。事件というのは定年退職するうちの店長の後釜に近藤という社員が来たことである。この近藤、とにかく昔から俺のことを目の敵にしているのだ。先輩にこっそり聞いたところによると、俺が新人営業だった頃のとあるコンテストが原因らしいのだが、そのコンテストは新規のお客様を期間中に何件獲得できるかというコンテストだったのだが、商品が豪華だったということもあり近藤はかなり力を入れていたらしい。そして途中までは近藤が1位を走っていたのだが、俺が偶然パタパタと新規商談に恵まれて最後の最後で逆転してしまった。近藤は自分が力を入れていたコンテストで新人に追い抜かれたのが悔しくて、それ以来俺に目をつけているらしいのだ。なんとも器の小さい先輩である。近藤とは担当店舗が違うとはいえ同じ会社に勤める営業社員同士なので、これまでも顔を合わせる機会はしばしばあった。本部で行われる営業研修などですれ違うたびに近藤はわざと聞こえるように俺の悪口を言ってくる。太田は信用ならん。コネだけで車売ってるようなやつだからな。あいつの営業は家族を巻き込んでるだろ。奥さんにお世辞使っていい気分にさせて売ってんだよ。太田は口先だけで客を騙して売ってるようなもんだ。すぐに通用しなくなる。おいおい、コネで車売ってるってなんだよ。確かに俺は人と人とのつながりを大事に営業の仕事をしているが、それをコネとは言わないだろう。奥様にお世辞は、まあたまには使っているが、いや営業なんだから、ご本人にしても奥様にしてもお世辞の一つや二つ絶対に使うだろう。近藤だってそれぐらいやらないわけないだろうし、むしろやるのが礼儀というものだ。それに言わせてもらうが、俺はお客様を騙すようなことは一切していない。お客様の要望をきめ細やかに聞いた上で商品説明をしっかりしてご納得いただいて買ってもらっている。修理や点検のご説明だってエンジニアに勝るとも劣らぬ詳しさでご説明している。前の店長には、太田はエンジニアにもなれるんじゃないかって冗談で言われたくらいだ。もっとも俺は手先があまり器用ではないのでエンジニアにはなれる気がしないが、それほど商品知識を身につけているのに口先だけで騙して売っていると言われちゃたまらない。ただいくら頭に来るとはいえ、俺も一応大人だ。同じ店舗にいるわけではないので無用ないざこざは避けたくて、これまで近藤に言い返すことはしてこなかった。しかし同じ店舗、しかも向こうが店長としてやってくるとなると話は別だ。しかもなんと近藤は志願して俺のいる店舗の店長になったらしい。これは俺に直接嫌がらせをしたいということではないのか。俺は新年早々嫌な予感でいっぱいになった。案の定近藤店長は移動してすぐから俺に嫌がらせをしてくるようになった。太田、俺が店長になったからには今までみたいなお前の横暴は許されないぞ。店長、俺横暴とかしてないんで本当。横暴ってなんだよ横暴って。何にも思い当たる節がなくて少し呆れ声で否定する。太田、お前無断遅刻しやがったな。数字を上げてれば何でも許されると思ったら大間違いだぞ。給料から引いとくからな。え、店長、遅刻じゃないです。今日はお客様のところに直行してから出社すると昨日もお伝えしましたし、ホワイトボードにも書いてあるはずです。
何言ってるんだ。ホワイトボード見てみろ。何も書いてないじゃないか。そんなはずは。え？俺は確かに昨日沢本様直行11時出社予定と書いたんだ。それが跡形もなく消されていた。私も朝確かにそのコメント読みました。ジムのパートさんが緊張に声を震わせながら力添えしてくれたのだが、近藤はバカモンと声を荒げた。今見てみろ、何も書いてないじゃないか。それが全てだ。太田は無断遅刻で今日は欠勤扱いだからな。消されてしまったら書いたことを証明する方法もない。現に見たという他の社員の証言まで握りつぶされてしまった。これ以上いくら否定しても無駄だ。俺はぐっと我慢してその場から引き下がった。欠勤扱いとなると給料に直接関係するので、いくら無断遅刻をしていない自信があってもこれ以上欠勤扱いを課されることは避けたい。しばらくお客様への直行はやめておくか。俺の直行が認められなかった事件は店舗内ですぐに噂として広まり、俺だけでなく他の社員も欠勤扱いに怯えて直行や直帰をしないようになっていった。近藤はこの他にもとにかく毎日のように俺の人格否定や俺の営業スタイルを否定するようなことを言ってきた。時には俺の商談を邪魔するようなことまでしてきた。挙句の果てに店舗内セールストップの俺に対して、お前なんていてもいなくても同じと言ってくるようになった。初めのうちは笑いながら、いてもいなくても同じならそんなにきつく当たらないでくださいよと言って交わしていたが、それも回数が重なるとだんだん精神的にきつくなってきた。仕事が趣味の俺にとって会社に行くのが嫌だと思うことなんて、これまでは二日酔いの朝くらいのものだったのだが、少しずつ出社するのを億劫に感じる日が増えてきた。懇意のお客様方にも俺が近藤店長のもとでやりにくそうにしているのが伝わってしまっているのか、太田さん最近大丈夫？などと聞かれるようになった。お客様にまでご心配をかけるなんてと俺は自分を情けなく思ったが、お客様の心遣いがありがたいのも確かだった。困ったことがあったらいつでも言ってこいよ。俺はあんな新入りの感じの悪い店長を相手にしてない。ずっと俺らの車のサポートしてきてくれてる太田さんの味方だからな。お客様が口々にそう言ってくださる。その日もバックヤードで近藤は俺をバカにしていた。お前なんてどうせろくな営業もしてこなければ無断遅刻もするし店舗の士気にも関わるんだよ。後輩営業君が俺を見てご愁傷様ですと言った風に目をそらした。いいんだよ、お前は気にしなくていい。お前は巻き込まれないようにしておけばいいんだ。目で合図する。お前なんていてもいなくても同じだ。むしろいない方がいいんだよ。いない方がいい？うちの店舗の売上トップは誰だと思ってるんだよ。この時ばかりは俺はさすがに腹に据えかねた。叱責続きで疲れ果てていたのも原因だろう。ふっと糸が切れたようになってしまった。いない方がいいってことでしたら分かりました、後悔しないでくださいね。ため息とともにそう告げる。とはいえこれだけ愛している車の営業の仕事を嫌な店長の存在くらいで手放す気はない。溜まっていた有給を消化してやるだけのことだ。俺はその日から1週間の有給休暇を取ることにした。もちろん懇意のお客様方にはそれなりのご連絡をした上でだ。近藤は1週間と言わず一生休暇にしてしまえなどと言ってきたが、有給休暇を取ること自体には文句はつけてこなかった。働くのが趣味みたいな俺にとって一週間の休暇なんていつぶりだろう。突然できた休みをどう使おうか。店長の叱責から解放されて少しほっとしながら俺は店舗を後にした。店を出た俺の後を後輩営業君が何人も走ってきてくれ、太田さんやめないでくださいねなんて声をかけてくれた。ちょっと弱ってる今の俺はその言葉に涙が出そうになって慌ててこらえる。やめたりなんかしないよ。でもちょっと旅行でも行って気分転換してこようかな。その間お店のことよろしく頼んだぞ。お土産持って帰ってくるからな。と声をかけるとみんな大きくうなずいてくれた。
ホワイトボードの一件の時に俺をかばってくれたパートさんも帰りの支度をしていたのを中断して俺のところへ来てくれた。太田さん、太田さんが辞めたら私も辞めちゃいますから。近藤店長に代わってからお店なんだかやりにくくて、お願いしますよ。いやいや、俺を辞めさせないでくださいよ。ちょっと有給消化するだけなんで、また帰ってきたらよろしくお願いしますね。俺のお客様、お休みの間もご来店されると思いますが、俺から休みのご連絡はしてあるので、あんまり心配しないで店長にお任せしちゃってくださいね。そう訳ありな笑みを残して俺は有給休暇へと突入した。休暇初日、俺は鼻歌を歌いながらキャリーケースを転がして新幹線のホームに立っていた。久しぶりの温泉旅行で最近やられてるメンタルを回復させのんびりするのだ。一方その頃、店にはこわもてのお客様が愛車の高級車で何人も乗りつけていたという。もちろん俺が不在なことを知ってのご来店だ。そろそろ無料点検の時期だろ。と思ったら太田いないのか。トップセールスの太田がいないんだったら店長の君に対応してもらうわ。俺のお客様の中でも一番のお得意様である沢本様は、突然ご予定が空いておしゃべりがてら1年目の無料点検のお車を入庫しにいらっしゃったそうだ。新車考えてるんだけどさ、今いい車ない？え？太田いないのか。太田いないなら店長のお前にいろいろ説明頼んじゃおっかな。店長さんなら車の知識太田より詳しいんでしょ？不在対応は太田より詳しい人間にやってもらわないと拉致開かないからな。輸入業の会社を経営されていてとても羽振りのいい清水様は、突然気分が乗って新車の相談にいらっしゃったそうだ。ちょっと最近エンジン音が高いんだよね。何かあったのかと思ってね。詳しく調べて原因を説明してくれないかな。弁護士の菅原様は愛車の調子が少し悪いそうだ。菅原様のお車はヴィンテージものなので、メンテナンスはしているものの時折不具合も発生してしまうのだ。ヴィンテージ車の修理となるとトップエンジニアでないと対応できないので、少しお待ちいただくこともある。お待ちの時間はいつも俺が新車の説明やら新しく入荷したヴィンテージものの車の説明などをして過ごしていただくことになっていた。車両点検のお客様、新車買い替えのお客様、難しい修理のお客様、一度にそんな大量のお客様が来た上に、みんな舌鋒鋭く車両知識や商品知識を近藤に求めるので、もともと商品知識の乏しい近藤は対応しきれなくなり、スタッフルームに逃げてしまったそうだ。近藤が逃げてしまうと、お三方とも他のスタッフに対応を頼むことはなく。店長が逃げるとはどういうことだ。これくらいの説明もできないのか。太田ならいつも丁寧に説明してくれるんだがな。また太田がいる時に来るわ。と言って笑いながらお帰りになったそうだ。そう、休みを取るにあたって俺がしたお客様へのご連絡というのは、馴染みのこわもてのお客様への店長と揉めてしまったことの報告だった。建築会社の社長や輸入業に携わるお金もあってこわもてのえりすぐりの俺のお客様たちは、最近の近藤と俺の様子を見ていて俺を心配してくれ、いつでも頼っていいと言ってくださっていた。それに甘えたのである。沢本様も清水様も菅原様も忙しい時間の都合をつけて、翌日の開店と同時に店にご来店。一斉に近藤に商品説明や対応を求めて、近藤が尻尾を巻いて逃げたというわけだ。店長なのに職務放棄してスタッフルームに逃げ帰ってしまった近藤のことは、休暇中の俺にも後輩営業君から逐一連絡が入った。そしてお客様の対応を放り出してしまったことは、俺はもとより本部のみんなにも知られることとなり、本部から調査が入ることになる。またその際に、どうして俺がいきなり1週間もの有給休暇を取ることになったのかという質問も受けたそうだ。近藤は、急に言い出しまして全く困ったもんですと言い逃れしようとしたらしい。本部は、確かに有給を取るのは自由だからなと
一旦はそれで引き下がったらしいが、店のみんなが後から本部に電話をかけて、近藤店長が俺にしていた暴言の数々を報告してくれ、耐えきれなくなった俺が休みを取ったと伝えてくれたということだ。実はこれまでも一部のお客様から、新しい店長が営業さんを叱りつけているのが聞こえてくる。怖いからやめてほしい。せめて叱るときは聞こえないようにしてほしい。という苦情が本部に届いたことがあるらしく、言い逃れができなくなった近藤は、今まで俺にしていた嫌がらせのことを認めたそうだ。商品知識の不足も問題だったが、店長の立場を利用してパワハラもどきをした社員ということで、近藤は本部から研修が必要であるとみなされてしまった。当然、店長のポジションも降格になってしまう。そして改めて、俺の商品知識や顧客対応能力が本部や店舗のみんなから評価されることになった。俺が1週間の休暇から店に戻ると、すでに近藤はお店にはいなかった。ここまでは休暇中にみんなからもらっていた情報のおかげで、予測というか期待していたことだったのだが、その先が思いもよらなかったのだ。クラッカーで出迎えてくれた店のみんなに何事かと尋ねると、なんと俺が店長に就任することになったのだという。28歳での店長就任は社内でも最年少記録だそうだ。先輩のうちの誰かが店長になってくれればいいなと思っていた俺はびっくりしたが、愛するお店を店長という形で守れるようになったことは素直に嬉しかった。もちろん店長に指名されるということは、本部や店舗のみんなからの評価がいい証拠でもあり、そのこともとても嬉しい。先輩方にはこれからも変わらないご指導をお願いする。そして後輩たちにも、これからいろいろと無理を言うかもしれないが、支えてくれるようお願いして、俺は太田店長としての第一歩を歩き始めたのだった。俺に力を貸してくれた沢本様、清水様、菅原様にはいくら感謝してもし足りない。もちろん本当のお礼はこれから仕事で返していくのだが、まずはお礼がてらお寿司をご一緒することにした。その時話してくれたことは、みんな前から近藤は気に食わないから何とかしてやりたいと思っていたというのだ。だから今回はいい機会だったと言ってくれたし、なんと恐れ多いことに沢本様も清水様も菅原様も俺の店長昇格祝いだと言って、お寿司代すらも払わせてくれなかったのだ。ちなみにうちの店の店長を降格になった近藤は、少しの間総務部付けで研修を受けていたが、最終的には社内便の担当になった。社内便というのは、社内の店舗同士だったり店舗と本部の間でやり取りする書類を運ぶ係のことである。重要ではあるが、フルタイムまでは必要でないこの業務は、本来なら定年で再雇用になった職員がつくことの多い業務である。簡単に言えば左遷だ。きっと近藤のプライドはズタズタになっていることだろう。まあ、あれだけ俺に嫌がらせをしてきたんだ。そのせいで店舗のみんなもすっかり萎縮してしまっていたし、同情の余地はないだろう。俺が店長になって半年が過ぎた。うちの店舗は上半期の店舗別成績でぐんと売上台数を増やしている。売上台数が増えた理由は2つ。1つ目は店舗のみんなのモチベーションが目に見えて上がったことだ。みんな前よりも生き生きと働いているし、車のことでわからないことがあると俺に積極的に聞きに来るようになった。曖昧なところを残したままでの接客がなくなったことも大きいと思う。2つ目はお客様が友人や知人を何人も紹介してくださるようになったことだ。皆様、太田くんの店舗なら安心して紹介できると言ってくださって、大切な知り合いを紹介してくれるのだ。営業冥利に尽きると言っても過言ではない。店長、今ご来店くださったお客様、清水様のご紹介だそうで、店長のご担当希望です。今日も近藤の一件の時に助けてくださった輸入業経営の清水様に紹介を受けたというお客様がお店に来てくださっている。そういえばスタッフにはこれまでよりも直行直帰を自由に取らせるようにした。
近藤店長のもとではあの件以来みんな怖がって直行直帰をしなくなっていたのだが、それではもったいない。できるだけスタッフの負担を少なくしながらもお客様の要望に応えるのには直行直帰は非常に便利な手段なのだ。これを使わない手はない。他にも勤怠関係では普通の有給休暇はもちろんのこと、午前休や午後休を積極的に取ってもらうようにした。近藤が店長をしていた間、どのスタッフも有給消化率が非常に悪かったのだ。というか、ほとんど誰も有給を使わせてもらえなかったのだ。有給消化率の低さは離職率にもつながる。俺みたいに仕事が趣味なスタッフばかりではないことが分かっているから、俺は半休でもいいから休むようにみんなを促した。誰かが休みを取った分他のメンバーに仕事が行くのは否定できないが、それで不満が出るのは一部の人しか有給が取れない状況にある時だと考えている。誰もが有給を消化できる状況にあれば体力や気持ちにも余裕が生まれるし、不公平ということもなくなるので、むしろ協力体制が生まれるものだ。有給を積極的に取ってもらうようにした結果、みんなやる気も上がったようで、さらに仕事に精を出してくれるようになった。有給を積極的に取らせてくれる店長というのも俺に対する信頼につながったように感じる。特に若手は俺のことを前よりも信頼してくれるようになった。俺はそんなお客様やスタッフからの信頼を大事に今日も仕事に向かう。人と人とのつながりが大事というのは別にお客様だけに対する話ではない。店舗のスタッフ間でも同じことが言える。誰だって人間関係が良くない職場に向かうのは億劫だ。人間関係がスムーズで上司に気楽に相談ができる環境なら、みんなのびのびと自分の能力を十分に発揮してくれるものなのだ。週末のフェアだって店舗のみんなが心からの笑顔でやってくれるか否かで、お客様が楽しんでくれるかどうかも変わってくる。そうだ、今週末のフェアでは本部からマスコットキャラクターの着ぐるみも借りてこようか。着ぐるみはとにかくお子様に大人気だ。俺も新人営業だった頃にはよく着ぐるみを着たものだ。さすがに店長の立場で着ぐるみを着るわけにはいかないから、誰か若手に任せよう。いや、店長が着ぐるみを着ていたらギャップが面白くてウケるだろうか。店長となった今は考えることは自分のお客様のことだけではない。店舗全体の計画やスタッフの育成、週末のフェアのこと、月1回の店長会議で予算についても話し合わなければならない。やることはいっぱいだが、新人店長として楽しみながら進んでいこうと思う。真面目に丁寧に実直に、そして何よりも人とのつながりを大事にした店舗経営をしていけばきっといいお店が作れると念じながら、俺は今日も仕事に取り組むのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。係長が調子に乗るな。係長ごときが俺の息子にミスなど指摘するな。カス、今すぐクビだ。出て行け。部署全体に響く部長の怒鳴り声。俺はただ教育係として彼の間違いを指摘しただけなのに、しかも優しくだ。そう思うが、部長の言葉に反論する人は誰もいなかった。まあ仕方ない。あ、わかりました。俺はそう答え、会社を後にした。これからどうしよう。そんなことを考えていた翌日、大口取引先の社長が現れ、俺をクビにしたことで部長自身が追い詰められることになる。俺は松本太一、40歳のごくごく普通のサラリーマンだ。俺には中学生と小学生の息子、妻と愛犬のハリーがいる。最近の悩みは中学生の息子がそっけないことだ。いつき、最近どうだ？別に普通。何を聞いても別にと返されてしまうので少々寂しく感じている。まあ思春期真っ盛りだから
仕方ないことだとは分かっているんだが、俺が仕事を終えて家に帰るとまずはハリーが駆け寄って出迎えてくれる。分かったから落ち着けハリー。ハリーは毎回尻尾をブンブン振って俺の顔を舐めようとしてくる。なんとか顔をよだれまみれにされないように毎日格闘の日々だ。妻のさくらとは共働きで、繁忙期は俺が先に帰ってくることも多い。そんな時は俺が夕飯にカレーを作る。次男のようはこのカレーが大好物だ。パパの作るカレーは辛くて美味しい。そう言って毎回喜んでくれる。俺はカレー作りにこだわりがあるのだ。鶏もも肉はカレー粉と塩コショウ、白ワインで下味をつけておくこと。玉ねぎは半分はみじん切りにして飴色になるまでよく炒め、もう半分は大きめのくし切りにして食感を残すこと。他の食材も大きめに切ること。ルーはいくつかのメーカーをブレンドすることなどなど。このカレーだけはさくらにも負けないと思っている。パパのカレーやっぱり美味しい。疲れて帰ってきてもこのカレーを食べると疲れが吹っ飛ぶのよね。うん、美味しい。息子たちが食べ盛りだからか、大きな鍋で作っても翌日にはなくなっている。長男のいつきも最近は思春期で反抗期なので普段はそっけなかったが、カレーを食べるときは笑顔になっている。そんな愛しい家族の笑顔を見るのが俺は大好きだった。ちなみにさくらは料理がとても上手だ。カレー以外では彼女の料理に勝るものは作れないと思っている。しかし洗い物が嫌いだ。すぐに手が荒れちゃって。大丈夫、分かってるから。なので毎日の洗い物は俺が引き受けている。これくらいお安い御用というもので俺は特に気にしていない。それでもさくらはありがとうと毎日可愛い笑顔で言ってくれる。そんな妻を結婚15年経った今でも俺は堂々と愛していると言える。まあ言うといつきから子供の前でイチャつくなと叱られるので二人の時にしか言えないのだが、共働きなので家事は半々だ。でも俺は気が利かない。自覚はあるがなかなか直せずにいる。だからさくらの方が家事の負担が多くなっているのが現実だ。いつも申し訳ないと思っているので頼まれた仕事はちゃんとやろうと思っている。それは家でも職場でも同じこと。最近係長に昇進したからか、仕事が忙しくなかなか疲れが取れない日々。ねえ、最近ちょっと無理してない？大丈夫、せっかく昇進したんだし、何よりやりがいがあるからね。それでも家に帰ると愛すべき家族がいる。その家族のためにも仕事を頑張ろうとする毎日なのだった。ある日、俺は職場で新人教育を担当することになった。あまり大きな会社ではないので、係長が新人教育を行っている。今年は有名大卒の男性が入社してくるとのこと。それを聞いたとき、俺は正直驚いた。こんな小さな会社でこんな有名大学を出た新人が来るのは珍しい。思わず首をかしげていると、課長が声をかけてきた。彼ね、小野寺部長の息子さんだから頼んだよ、いろいろとね。そう言われ、俺は内心マジかよと思ってしまった。小野寺茂という部長は傲慢で有名なのだ。おい、俺の指示が聞こえんのか？お前たちは部下なんだから、俺の命令が来たら優先してさっさと動け。人遣いが荒く、言葉も荒い。部下を見下し、暴言も吐く、と彼は社内でも敬遠されるという存在だ。しかも、社長の一人息子であるため、社内での立場は強い。誰も逆らう者がいない状態なのだ。新人は、そんな彼の息子であり、社長の孫。
決めつけは良くないと分かっている。どんな人物かはまだ分からない。それでもこの先大変そうだと頭を抱えてしまった。今日からお世話になります、小野寺優太です。よろしくお願いします。君の教育係で係長の松本太一だ。よろしく。新人の小野寺優太は緊張した様子で挨拶をしていた。意志の強そうなはっきりとした顔立ちで、学生時代は運動をやっていたということから、やたらと生真面目で声が大きい。意外と父親とは似ていないという印象を受けた。うん、そこはこっちにした方がいいね。しかしマニュアルではこちらが。時には柔軟な対応も必要だよ。生真面目な性格なのか、多少融通が効かないところもある。しかし教えられた仕事はきっちりとこなしていた。思っていたよりも何倍も優秀な彼に俺は正直驚いていた。うん、飲み込み早いね。これなら独り立ちも早そうだ。本当ですか？ありがとうございます。彼との信頼関係もしっかり築けていると思う。そのことを帰ってさくらに話すと、彼女は楽しそうに笑っていた。なんでさくらが楽しそうなんだよ。だって大地が楽しそうなんだもの。その言葉に思わず照れてしまった。正直言うと図星なのだ。どんどん成長していく彼を見ていると、俺も楽しく仕事をすることができた。しかし、そんな日々に亀裂が入り始める。ある日のことだった。俺は優太が作った書類に小さな計算ミスを発見した。大したミスじゃないし、俺も入社して間もない頃にやったことがある。ここ間違ってるから直しておいて。だから軽く頼んだつもりだった。だが、優太は自分のミスにショックを受けたようで、顔がこわばっている。そんな彼を励まそうと笑った。こんなのミスのうちに入らないよ。すいません。ありがとうございます。彼ならすぐにこんなミスもなくなるだろう。そう思っていたが、そんな予想に反してこのようなミスが頻繁に続くようになってしまった。優太はミスを異常に恐れ、ガチガチに緊張しながら仕事をするように。係長のところで気がつくミスなんて大したことないし、そのために俺が確認するんだから。リラックスさせようとそう言ったが、本人は納得しない様子だった。お手を煩わせるわけにはいきませんから。そう言って危機迫る様子で仕事をしている。そんな様子で大丈夫かと心配していた矢先、大変な事態になる。数日後、優太から体調不良で会社を休みたいという連絡を受けた。こっちのことは気にしなくていい。ゆっくり休んで治してくれ。それで元気になったら出社するんだぞ。そう伝え、俺は彼の分まで仕事をしていた。しかし、その日の午後。優太の教育をしている係長とは誰だ？出てこい！優太の父である小野寺部長が怒鳴り込んできた。小野寺部長の登場に部署の空気が緊張したものになる。俺がそうです。貴様か。優太が体調を崩したのはお前のせいだ。部長の言葉を要約すると、優太の体調不良は係長である俺が無理な仕事をさせたから。小さなミスを見つけてはネチネチと嫌味を言っているそうじゃないか。お前のせいで優太は心を痛めているとのこと。上司としてあるまじき姿だ。俺は小野寺部長の主張に唖然としてしまった。優太に対しては精一杯優しく接していたつもりだった。ミスを指摘するときも気に病まないように気をつけていたのに、優太をそこまで追い詰めていたなど知らなかったのだ。係長が調子に乗るな。係長ごときが俺の息子にミスなど指摘するな。カス、今すぐクビだ。出て行け。大声でフロア全体に聞こえるような部長の声に誰も反論ができない。まあ仕方ないよな。誰も社長の息子である部長に目をつけられたくはないだろう。
シンとした空気の中、俺の声だけが響いたのだった。とりあえず、今日は帰ります。俺はそのまま課長にそう告げて、帰り支度をする。誰にも引き止められることなく、俺は会社を出て行った。ただいま。家に帰ると、ハリーがいつもより早い帰宅に喜び、尻尾を振って甘えてくる。そんな愛犬に少しだけ癒され、撫でてやれば一層喜ぶ。これからどうしようかな。そんなハリーを見つめ、俺はそうつぶやいた。なんだかどっと疲れたな。俺はやけに疲れた気がしてソファーに寝転がった。そんな俺にハリーが寄り添って寝る。その体温が暖かく、俺はいつの間にか眠ってしまった。父さん、父さん。自分を呼ぶ声に俺は目を覚ました。そこには心配そうな顔で俺の顔を覗き込むイツキがいた。ああ、イツキか。そうか。もうそんな時間か。時計を見ると俺が帰って数時間が経っていた。俺はぼんやりした頭でゆっくりと起き上がる。どうしたんだよ。帰ってきたら寝てるしさ。仕事は？具合悪いの？心配なことがあると言葉が多くなるのはさくらによく似てるな。そんなことを思うと、すっかり大きくなった息子がより愛おしくなって頭を撫でた。何するんだよ。寝ぼけてるの？そう言いながらも撫で続けられる息子。大丈夫。ハリーが暖かくて眠くなっちゃっただけだから。そうごまかすと、イツキはふいっと顔を背けた。照れ隠しに顔を背けるのも桜譲りだな。心配で母さんにメッセージ送っちゃったよ。そんなイツキの優しさを俺は嬉しく思った。その時、ヨウがバタバタと元気よく帰ってきた。あれ？パパがいる。今日はカレー？そう言って無邪気に笑うように、その場の空気が和らいだ。思わず俺とイツキが笑い出すと、ヨウもよくわからない様子で笑った。結局みんなで笑い、ハリーが嬉しそうに俺たちの周りを飛び回っていた。ただいま、タイチ大丈夫？それから間もなく、サクラが急いだ様子で帰ってきた。その時、俺は息子たちとカレーを作っていた。そんな様子の俺に、サクラは驚いたような顔をしている。具合悪いって聞いたんだけど、ああ、ごめん。大丈夫だよ。彼女の手には冷却シートやスポーツ飲料、アイスなど具合が悪い時に使うようなものを買ってきたとわかるドラッグストアの袋が握られていた。そんな姿に家族のありがたみを感じた。また会社をクビになった無力感が薄くなっていくのも感じていた。その日の夜、息子たちが眠った後、さくらに俺は会社で会ったことを話した。ひどいね、その部長。そう言って、さくらは顔をしかめる。その新人も心配だけど、部長はやりすぎ。あなたが会社でどんな仕事をしているのか分かってないのかしら。そう言って憤るさくらに思わず苦笑する。俺はプリプリと怒る彼女をなんとか落ち着かせた。次の仕事が見つかるまでは、家のことをするから、できるだけすぐに次を見つけるよ。心配しないで、私だって働いてるんだし、急いで決めるとろくなことにならないから、ちゃんと考えて、あなたが一番いいようにしてね。俺の言葉に、さくらはそう言ってくれた。その言葉に、少しだけ俺の心が救われる。夫婦は助け合うものでしょ。そう笑うさくらに、俺も微笑み返した。彼女の優しさ、強さに彼女と結婚してよかったと心から思うのだった。翌日、家の掃除をしていると会社から電話がかかってきた。正直出るのは嫌だったが、退職に関わる手続きの話かと思って出ることに。しかし、それは違っていた。おい、俺だ！聞こえたのは焦った様子の部長の声だった。部長だったことに
ゲッと思いつつも焦っていることに首をかしげる。今すぐ会社に来い。昨日俺をクビにしたのは部長なのでは？会社に来いというなら理由を伺ってもよろしいですか？俺がそう尋ねると部長の勢いが弱まる。そして言いにくそうに、取引先の A 社がお前が担当じゃないと取引は中止だと言ってきた。そう伝えてきた。これは後から同僚に聞いた話だが、俺がクビにされたと聞いた A 社の社長が会社に来たらしい。そこで呼び出された部長に対して、すべての取引打ち切りだ。え？あれがいないのなら全部打ち切る、と言い切ったそうだ。俺は部長の言葉に納得する。 A 社は今では大口の取引先だが、ほんの10年くらい前までは小さな会社だった。しかしこの数年で大成長を遂げていた。まだ駆け出しの小さな会社だった頃、 A 社の社長が営業に来たのだ。俺がその社長と意気投合し、 A 社の成長を見込んで取引を開始。それが功を奏し、今ではお互いに大口の取引先となっている。 A 社が大きくなった今でも、向こうの社長は俺に恩を感じてくれているのだった。ちなみにこのことは会社の誰もが知っていることだ。 A 社の成長を見込んで取引をした俺は周りから頼りにされており、同期の中でも一番最初に係長となった。そんな俺の功績を知らずにクビにした部長は、専務や社長からもお叱りを受けたらしい。そこに畳みかけるように A 社からの取引停止。見ることはできないが、彼は今顔面蒼白なのだろう。それから俺は軽く身支度を整え、会社に向かうことにした。正直、部長のことはどうでもいい。だけど取引先に挨拶もせずに退職するのは失礼だと思った。それにもしかしたら俺を雇ってもらえるかもしれない。そんなことを考えていると、あっという間に会社に着いた。すると部長が怖い顔で俺を睨んだ。なぜ俺が睨まれなければいけないんだと思いつつ話を聞こうとした。仕方ないから首はなかったことにしてやってもいい。今すぐ A 社に連絡を取れ。部長は偉そうな態度を崩さず俺にそう命令してきた。そんな様子に俺はわざとらしくため息を吐く。なぜ僕があなたの命令を聞かなければいけないんですか。俺は部長だぞ。俺の問いかけに部長は激高してそう言ってきた。僕はクビになったのでこの会社の人間じゃないんですよ。役職なんて知らないですよ。人に物を頼むときはそれなりの態度を取るべきじゃないですか。そんな部長に俺はそう煽ってみた。俺の言葉に部長はみるみる顔を真っ赤にしていく。元はといえばお前がうちの息子を追い詰めたからだろ。そう怒鳴ってきた。それに口を開いたとき、それは違うという声がした。そしてゆうたが慌てた様子で俺たちの間に割って入ってきた。松本さんは僕に優しくいろいろ教えてくれた。間違いがあっても怒鳴ったり叩いたりしない。間違えても大丈夫だって教えてくれたんだ。部長はその言葉に驚いた様子でゆうたを見つめる。ゆうたはさらに続けた。父さんみたいに人を怒鳴りつけて従わせようとしない。上司の鏡だよ。あんたが昔から俺を追い詰めたんだ。一つのミスも許さない。間違いは恥だと思えって。だから俺はミスが怖かった。ミスをしないように必死になってたんだ。ゆうたは時折部長に対し怯えた様子を見せていた。それでも果敢に自分の意見をぶつけていたのだ。しかし部長は息子に反抗されたのが許せないらしい。親に向かって何言ってるんだ。そう言って手を振り上げた。ゆうたに手が振り下ろされる瞬間、俺は彼を自分の後ろに引っ張る。そして部長の手を社長が掴んだ。社長は部長の父親であり、部長が唯一逆らえない存在だ。
部長は明らかに怒っている社長の顔を見て真っ青になっている。いくら親とはいえ手を挙げるとは何事だ。そう部長を叱りつけ、社長は俺に頭を下げた。息子が申し訳ないことをした。まずは親として謝罪を。そして社長として、昨日部長が宣言したことは無効だと伝えに来た。そう言い、社長は自分の考えを話してくれた。いくら社長の息子の部長だとしても、勝手に社員を解雇することはできない。しかも、俺は一応優秀な社員だと周りからも認められている。解雇などはしたくないと私は思っているが、君の意思は？まっすぐに俺を見つめて問いかける社長。自分も退職はしたくありません。今まで通りに働きたいです。同じようにまっすぐに見つめ返してそう答えた。それに社長は満足そうにうなずいた。ゆうた。社長は孫のゆうたに声をかけた。体調が悪いと聞いていたが、大丈夫か？そう声をかける姿は、孫を心配する祖父そのものだ。それにゆうたは小さく微笑む。ちょっと知恵熱が出ちゃっただけだから大丈夫です。これからしっかり働きます。いつもの気真面目な姿だけでなく、少しくどけた物言いに気やすい関係が伺えた。しげる。社長は最後に冷たく部長に声をかける。お前とはゆっくり話をする必要がありそうだな。ついてこい。そのまま部長は社長に首根っこつかまれて社長に連れて行かれる。身内のことで騒がせて申し訳なかった。社長は周りの社員にもそう言って頭を下げて部屋を出ていくのだった。それから俺とゆうたはコーヒーを飲みながらゆっくり話をすることに。俺、幼い頃からあの人に厳しく育てられてきたんです。それで親の言いなりだったことは否めない。彼にとって親は絶対的な存在で、親の言うことは絶対。逆らうことなど考えたことはなかった。友人関係も監視され、楽しい思い出など何一つなかった。勉強面でも少しでも間違いがあると叱責された。そんな風に育ったせいか、いつの間にかミスをすることが極度に怖くなったんです。トラウマになっていたのか、おそらく。仕事でもミスをしてはいけないという脅迫観念にとらわれてしまったのだという。あ、でも松本さんがいつも大丈夫だって言ってくれることに安心感を感じてたんです。そう言ってくれると俺も嬉しいよ。そして熱を出す前日、彼は部長と食事に行ったらしい。そこで周りに迷惑をかけるな、少しのミスでも許されない、会社に損害を出すことはあってはならない、そう言い聞かされたそうだ。それを考えすぎてつい熱を出してしまった。ずっとあの人の言葉が俺の頭の中でぐるぐると回ってたんです。そう話すゆうたの表情は暗い。顔色も真っ青で手も震えていた。俺はそんなゆうたの背中をさすってやる。人の家の子育てに口を出すみたいで申し訳ないけど、お父さんはそれだけ君に期待していたんだろうな。そうでしょうか。俺がそう語るとゆうたは弱々しく返した。でも息子の立場から言わせると大きなお世話だよな。ゆうたくんは優秀だったから期待に応えてしまったんだね。人の期待って際限ないものだからさ、部長もどんどん期待していったんだな。その言葉にゆうたは涙を流した。今度はそんなゆうたの頭を撫でる。父からはいつもダメ出しばかりで、褒められたことなんてない、期待なんてされてないと思ってました。本当に期待していないんなら無関心になるものだよ。でもさ、部長のあれはやりすぎだから、ちょっと反抗してみてもいいんじゃないか。え？ゆうたは俺の言葉に目を丸くした。
俺はそれに微笑む。反抗ですか？うちの長男なんて絶賛反抗期でさ、無視するわ、うるせえって怒ってくるわで大変だよ。でもさ、俺が寝込んでいると心配してくれるし、カレー作るとニコニコしておかわりするし、可愛いやつなんだ。人の成長には反抗期も必要なんじゃないのかな。俺の言葉にゆうたは初めて声に出して笑った。松本さんのお子さんは幸せそうですね。そうだといいんだけどな。俺はそんな風にゆうたに答えた。うん、気持ちが少しでも晴れてくれたのならよかった。部長は俺が君を病気にさせたって怒鳴り込んでくるくらいだから、すごく大事に思ってるのは確かだよ。間違ったことはしたけど、大切に思う気持ちだけは間違いない。でも親との関わり方を決めるのは君の自由だと思う。離れたければ離れればいい。君の人生は君のものだ。いくら親だからって邪魔することなんてできないから。俺の言葉に優太はうなずいた。そして、父と話し合ってみます。彼は吹っ切れたようにそう言って笑うのだった。それから部長は親である社長からきっちりと叱られたらしい。お前の普段の行いは社員から聞いた。お前は自分の立場が分かっているのか？私の息子だからこそ本来なら皆の手本になるべきだろう、とそんな感じに。そして平社員の身分で別会社への出向が決まってしまったのだという。部長としての身分に固執していた彼が平社員としてどこまで通用するのか見ものだな。それで俺、一人暮らしを始めたんです。そして優太は親の庇護から離れて一人暮らしを始めたそうだ。祖父の会社で働く事実には変わりないが、彼なりの一歩なのだろう。なんか一人暮らししてみると母親に甘えてたんだなって思います。ああ、食事も洗濯も自分でやらないといけないからな。そうなんですよね。ちなみに母親の方もしばらくは一人でゆっくり暮らすらしい。元部長の出向先はここから遠方になるので、引っ越しか単身赴任かのどちらかは確定。一応奥さんと一緒に引っ越しを望んだらしいが、離婚か単身か選んでと言われて単身を選んだというわけだ。母も俺のことを守ろうとしてくれてたんです。でも父は母にも手を出そうとしたから、俺がやめてくれって言って、やっと母も父から解放されました。そう言って笑う優太。二人に反抗された元部長はショックでだいぶおとなしくなったそうだ。そして父から解放された優太は仕事の方も真面目な彼らしい働きぶりを見せてくれ、頼もしく感じている。今でもミスすることに恐怖はあるようだが、すぐに立ち直り訂正する気概も持ち合わせるようになってきた。前よりもずっといい感じだぞ。ありがとうございます。松本さんのおかげです。これからきっと彼は大きく成長するだろう。そんな優太の成長を俺は期待していた。 A 社の方は俺が改めて解雇は取り消されたこと、これからも契約してほしいこと、俺をかばってくれたことに感謝を伝えた。それはよかった。あの頃は誰も私たちの相手なんてしてくれなかったが、あなただけが私たちと契約してくれると言ってくれた。それがなければとっくに潰れていたかもしれない。そのご恩がやっとお返しできた。 A 社社長はそんな風に言ってくれ、取引はこのまま続けることに。そのことで俺は社長から感謝された。今度君には詫びと感謝の品を渡そうと思っているのだが、何がいいかな。そんな、あ、そうですね、臨時ボーナスをいただけたらありがたいです。今回家族に心配をかけてしまったので、そのお詫びにどこか連れて行こうかなって。そうかそうか、ではしっかり弾まないとな。ということで臨時ボーナスがもらえることになった。今はこれで遊園地にでも連れて行ってやろうと計画中だ。俺の首楽だったよ。そう桜に伝えると、彼女は
ほっとしたように座り込んだ。思わず慌てて彼女に手を貸す。本当はね、すごく心配してたの。でも一番不安なのは太一だろうって思って。ではどうやら俺のことを考えてわざと明るく振る舞ってくれていたらしい。そんな愛しいさくらを俺は抱きしめた。パパ、大丈夫？あ、大丈夫だよ。息子たちも何か感じ取っていたのか、俺の様子を心配していたようだった。そういえば、いつもは遊んでとせがんでくる陽も、やけにおとなしく家事の手伝いをしてくれた気がする。父さん、これやるよ。え？ああ、ありがとな。いつもクールな樹が、珍しくそう言ってスイーツを差し入れしてくれた。あの子ね、私にもたまに差し入れしてくれるのよ。さくらの話によると、彼女にも疲れている時に自分の小遣いからこうやって差し入れをしてくれるらしい。反抗期だけど優しい息子。俺はそんな息子たちを誇りに思う。子育てに悩むことは多いが、目の前の子供をしっかりと見て、追い詰めたりなどしないように気持ちを引き締めよう。俺はそう決意した。ほら、ハリーが遊んでって。あ、わかったわかった。ハリーにもある意味助けられたのかな？俺に寄り添ってくれ、深く眠ることができたから、心を落ち着かせることができたのかもしれない。そう思い、俺はハリーと遊ぶために立ち上がった。それからしばらくして、ユータから、父から謝罪の連絡が来たんです、と教えてもらった。どうやら出向先で大変な思いをしたらしい。会社にいる間は常に監視され、ほんの少しのミスでも怒鳴られる環境にいるらしい。それで、やっとお前の気持ちが分かった。本当にすまなかったって。そう言って笑うユータ。きっと彼自身はもう許しているのだろう。それでも手を貸すつもりはないし、しばらくは無視するそうだ。まあ彼は幼い頃からそんな環境に置かれずっと苦しんでいたんだ。当然のことだろう。でもやっぱり嫌いになりきれないんですよね。それが親子っていうものだよ。きっと社長も完全には見捨ててないだろうし。そして元部長は幸いにも諭してくれる人がいて、自分の過ちに気づくことができたらしい。そこでしっかりと反省して、一からやり直すと決めたそうだ。もしかしたら監視体制も含めて社長の差し金なのかもしれないな。祖父ならありえるかもしれません。あの人割と厳しいんですけど、甘いところあるので。そうなんだ。社長と関わることなんて滅多にないから、なんだか新鮮だな。元部長は自分を助けてくれとは一切言わなかったと聞いている。きっと元部長もやり直せるだろう。とはいえ、今まで部長という立場にあぐらをかいていたから、久々の一からの仕事に苦戦しているようだ。俺も負けてられません。よし、じゃあこれから取引先に行くんだが、今日はゆうたくんが主体になってやろうか。はい、頑張ります。それにしてもみんないい方向に向かってよかった。俺も負けていられない。これから立場にあぐらをかかず、日々精進。俺自身も学び続けることを忘れず、しっかり邁進していかないとな。いくら親子といえども別の人間。あれもこれもと縛り上げてはいけない。時にはぶつかり合うのも大事なことだ。パパ、早く遊園地行こう。わかったわかった。ように手を引かれて遊園地に向かう。そんな俺たちの後を、いつきとさくらがゆっくりとついてくる。今日は心配をかけたということで、家族サービスの日だ。ハリーにはお留守番しててもらい、後日気が済むまで散歩に行く予定である。よっぽど楽しみなのだろう。いつきも笑顔を浮かべていた。遊園地でたっぷり遊び、満面の笑顔でキロに着く。今日の夕飯どうする？どこか寄る？カレーがいい。俺もこの間みたいに
みんなで作ったカレーが食べたい。じゃあ、今日はママも混ざってみんなで作ろっか。じゃあ、向かうのはスーパーだな。きっと、すぐにこの子たちは大きくなり、俺たちの手から離れていくだろう。それまでは、一人の人間として成長を見守ろうと、心に誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。